これは私たちが見てこなかったもしもの物語。おはろきー、二人の誕生日パーティーにお邪魔する特別企画始まるよ。マスターさん、アリサさん、誕生日おめでとうございます。そんなの決まっておるじゃろ。誘惑じゃよ。ちょっとあんたたち何をしてるのよ。それ返しなさい。ごめんなさい。なんかすっごく楽しいな。それじゃあロキ一気行きまーす。ここを選んでよかった。新しいパーティーの始まりだよ。ロキはラグナロクから生まれた得意な神姫のようです。誰かが行かればまたどこかで命が失われる。誰かの大切な人が死んでしまうかもしれん。私、お願いロキを助けて。このままじゃきっと誰も幸せにならない。こういうのをパンチキュースって言うんだっけ。ここまでか。弱気になってんじゃないわよ。もう弱音は吐かない。みんな力を貸して。全部託します。お願いなの。絶対にここで終わらせます。まっすぐ突き進め。わしらの力見せつけてやる。この世界を私たちが守り続ける。全部破壊してやる。お前らも世界も全部だ。あんたしっかりして。あんた、ウィケ様、回復を。やってます、やってるのに。おい、こんなの嘘だろ。いや、いやダメだ。もうしゃべるでない。